ま以前 DAO とはっていうビデオを作ったんですけどもそのコメントでよくどうやって作ればいいのかとかもっと具体的な話を聞きたいっていうことがあったので今日は DAO をどうやって作るかどんなツールがあるかそれと特に日本の法律の文脈の中で DAO はどういう位置づけでどういうふうに考えればいいかっていう話を紹介したいと思います。 以前のビデオでは DAO は非中央集権型自立組織、まあ、コミュニティ主催なんだけれども、まあ、分散型そして透明性がとっても高くて理想的には普遍性透明性それと自立性が DAO の特徴だと思うんですけれども、まあ、実際 DAO 見てるとこれを全部、まあ、ちゃんと維持できているところってあんまりなくて。 そしてツールなんですけども、まあ、Discord っていうチャットのツールだとか Smart Contract だとかそれとトークンとか NFT を使うのが、まあ、DAO の特徴なんですけども、まあ、これも全部使わないで一部だけ使っても DAO って呼んでもいいと思うんですねだから DAO は基本的に非中央集権型自立組織でできるだけブロックチェーン上で行われていてルールがスマートコン r a クトとかで自動化されてるっていうところなんですけども、まあ、その一部のツール使うだけでも DAO っぽくなってきて で一つは DAO のロードマップとして最初は中央集権型で結構手動で動いているものが多いんですけれどもいい、まあ e、DAO はロードマップがあってだん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 自動化に進んでいってだんだんオンチェーンになってでだんだん非中央集権に向かっていくこうプランがあると、まあ、DAO に向かっていくっていうふうに思ってもいいと思うんですけれども DAO の中でも多分使い方とかやりたいことによって使うツールだとか ガバナンスの設計とかも随分違うと思うのでその辺もいろいろ紹介しながらツールを説明したいいと思いま DAO はいろんなツールがあるんですけどもそのツールは何をするかっていうと DAO のいろいろなアクティビティを補う。で1つはをまず設計して作る でこれはいろんな法的なものだとかフォームだとかいろいろこうウィザードのように WordPress みたいな感じでいろいろ書くと勝手にいろんなパーツを作ってくれるツールもたくさんあります。それとコミュニケーションが必要なのでこれは Twitter とかあの Discord とかあとは最近 Telegram のグループとかも結構ダウンのメンバーのコミュニケーションがあってそのコミュニケーションの上にガバナンスが必要なのでこのユーザーが どういうい投票をするかとかと投票管理でスナップショットというシステムとかボールルームというシステムとかありますしでそのトークンを発行してそのトークンをマネージメントしたりこの DAO の口座に入ってる資金これ TREASURY って言うんですけども TREASURY のマネージメントも必要でそれのためのツールもあって TREASURY に入ってるトークンを人に払ったりお給料を払ったりそしてあのいろんなみんながあの やってる作業をちゃんと管理する DWORK のシステムとか n o s i s のウォーダとかいろいろあるのでいでろんなパーツをこうサポートするツールもあるし部分部分をまたいろんなツールがあるので,で Web3 っていうのは完全にまあコンポーズビリティが高いっていうんですけどもオープンな企画を使っているのでたくさんのツールを組み合わせて自分の DAO に合ったあのサポートができると思います。見学のコミュニティは パリガンというブロックチェーンを使ってで変革という ERC20 というトークンを発行してそして Discord の中でチャットをしながら Snapshot という投票のシステムで投票を受けたり Dwork というシステムでみんなジョブとかプロジェクトをマネジメントしてそこから変革トークンを払い出してそして僕らのオープンソースのプロジェクトでお店というプロジェクトがあるんですけどもそこでは NFT の発行とかを管理しています。そして うちののトレジュリーとか支払いの管理はっていうウォレットのシステムを使ってます <noise> そもそも日本ではトークンの発行があのトークンを上場するのもいろんなあの交換上のルールがあったりあとは税金のルールであのガバナンストークントークンを発行してそれが万が一優先上がると含み焼きにあの会社の場合税金がかかるとか、まあ、いろんな理由でトークンっていうのはなかなか発行しづらかったので。 日本では DAO とかトークンを元にした DAO というのは今まで難しかったんですけども今度法律がどんどん進んでいってこの税の問題もなくなっていくので多分 DAO は日本ではまあ今年かなり流行ると思うんですけどもっていうわけで DAO は日本にあんまりなかったのでまず日本語のツールは比較的に少ないですメタマスクも日本語ができたばっかりぐらいで,で今僕も投資している DevProtocol っていうプロジェクトは Clubs というプロジェクトででこれはソフトウェア書かなくても DAO みたいなものを勝手に作ってくれるあのウィザードもあったりあのちょこちょこ日本でもいろんなツールは出,出始めてはいるんですけれどもただほとんどのツールは海外向けですそれとやっぱ海外の DAO はあの投資家のグループだとかあのユニスワップみたいな大きな交換所とか結構投機目的のトークンとか NFT の周りの DAO が多いのでそういう使い方に 向いてるようなツールの方が比較的に多いいと思いますで我々は、まあ、変革のコミュニティもこのポッドキャストでできる限り日本語にあの直していったりビデオを作ったりそしてそのプロジェクトに日本語をちゃんとサポートするように一生懸命啓蒙活動してますので日本語でいろんなツールが出ててくるのは期待してますそしてツールを選ぶときに多分いろいろ自分たちは何をしたいかそれと大きさがどのぐらいなのかと。 そしてプログラミングどのぐらいできる人がいるのかっていうのとかあとはどのぐらいこう自動化されたスマートコントラクトでやるのかただ普通のコミュニティに少し Web3 的な利便性があるかってこの辺をよく考えてツールで選んだ方がいいと思います。そして自分がもうすでに組織がある例えば PTA だったり会社の部署だったり何かのクラブだったら最初から DAO の非中央集権になんなくても今までやってることをそのままやり続けて。 例えば D work でプロジェクト管理をしてみるとか Discord でチャットをしてみるとか Snapshot で投票してみるっていう感じで、まあ、いろんなツールを今までのシステムの中で使ってみてそういうふうに使ってるとあこんなのが便利になったからここにはもう人いらないよねとかこういうことがあるからこういうこと変えられるねっていうのもあるのでだから最初からマネージメントを完全に非中央集権にしなくても DAO のツールを使って感覚的に 理解して、そこでだんだんこうあのシステムを変身していくっていう方がまあ合理的かなっていう気がします。<noise> 理想的にはダウは法律とか法人格なくてもできるのが嬉しいわけですよね。弁護士会計士、銀行口座もいらないと。ただ実際に何か活動をすると。 やっっぱり法律的なところにぶつかってくるわけですよね例えばあの契約を相手としなきゃいけない事務所を借りるとそうすると何か法人格が必要だよねとかあとは普通のただのこう組合だと全く法人格ないと無限責任なので個人情報だとか何か誰かが滑って転んで訴えてくるとみんなが責任取らなきゃいけないだからその有限責任どうするかっていう話とお給料を払ったり人と契約するためにもやっぱり法人格が必要だ。 それと税金というのは納めないと脱税になってしまうので,で税金をこう個人が全部払ったり何度も払わなきゃいけないためにはちゃんと DAO で税金を払ってそして DAO のメンバーそこはあの払わなくてもいいようなこう税法上の扱いでも法人格っていうのも必要な場合もあるのでだから自分も何をしたいか多分最初は法人格いらないけれども法人格が必要になってきたときにどういう法人格を使えばいいのかっていうのは 弁護士の先生に相談するべきだと思うんですけれどもただなかなか今の法人格と DAO ってあのぴったり合うわけではないんですよ DAO は本人確認いちいちしなくても参加できるようにしたいとか株主総会なくても投票できるとか決算報告を紙にしなくてもちゃんとみんなに透明性があるとか DAO ならばの法律というのは生まれてくると思うんですよねアメリカのワイオミン州なんかでは DAO 法というのができていてでこれは DAO のスマートコントラクトを使えるとか まあ、DAO 的要素を取り込んだ法人格のルールっていうのはできてるんですけどもまだまだあのちゃんとできてなくて本当に義務がある割には新たにやらなきゃいけないことは結構増えてそれによって何が得してるかっていうのがまだちょっとトレードオフがあの完全にプラスになってないので、まあ、利便性はそんななに良くいいと思いますで日本もこれから DAO 法を作ろうっていう話はあってあの決算しなくても数字が見えるとか。 株主総会やななくてもみんでで投票できるとかこれが法律的に OK になるのってまだちょっと時間はかかるんだけれどもただ DAO があってそこで法人があって DAO と法人が関係があって法人が社員とか税務署と関係あるっていうのはこれはもう今でもできるので多分一番今難しいのが DAO の大きな特徴の一つはブロックチェーンを使ってトークンとか NFT でメンバーが決まってそのメンバーが。 投票したりには重要ででこれはトークンあのファンジブルトークン例えば ERC20 とかあのトークンでそれをやるっていうのが海外は一番多いんですけども NFT でやることもできるんですよねでトークンだと暗号通貨って定義される可能性があるんでそこだと税法とか交換上のルールとかいろいろ引っかかる可能性があるのでトークンの方がいろんなツールはあるけれどもまだ法律は 結構あの使いいづらもものもあるんですねで NFT は暗号通貨とは定義されてなくて比較的に法律の中ではあんまりまだこう取り扱ってないんでだからアートとかゲームとかでは NFT 使っているんですけども、まあ、これから NFT って法律的に何なのかっていうのを議論してるんですけどもたった今は NFT でメンバーシップを管理したり NFT であのアクセスコントロールを管理した方がトークンよりはもしかすると 法律は厄介じゃなないいかなと思います NFT がトークンみたいな動きをしたりトークンが NFT みたいな動きをするとすごくクリアにこれはトークンこれは NFT っていうのは分からないしで法律も結構あやふやなのと実際にこれをやっていいのかやっちゃダメなのかっていうのは金融庁が決めるのでだから金融庁だとか弁護士の先生とちゃんと相談してから絶対やってください。 多分1人で DAO のツールで実験したり家族で使ったりするのはあんまり心配ないと思うんだけども本当のお金を交換したり価値があるものと交換したりあと不特定多数の人たちが巻き込まれてくるとこれは規制当局が一番心配するところだし法律に引っかかることがあると思うのでだから遊びであとはまあ一番いいのはテストネットっていって エイティリアムとかポリゴンも、まあ、実験用のネットワークなのでそういう実験用のネットワークで DAO の実験をして仲間で設計して、ね、こういうので行きたいなって言った時に弁護士の先生に相談すするのが一番いいいと思います、まあ、理想からするとデーププロトコルのクラブズみたいなところに行くとちゃんといろいろ質問を答えるとどういう法人格を作るべきなのかとか契約書のテンプレートとか登記のテンプレートが出てくると思うんですよね。 それと日本の法律ももう少しきちっと DAO を分かっていろいろ適用するような法律がこれからできてくるのと法律変わんないにしても規制当局だとか弁護士がガイナンスをもう少しできるようになると思うんです。で僕も結構気楽に弁護士に相談してくださいって言ったけれどもほとんどの弁護士の先生は DAO って分からないのでだから DAO のことを分かっている。 少ない数の弁護士が今一生懸命働いてもらわなきゃいないと。ただ、この弁護士先生の先生たちと一緒に。いろんなオンラインガイドだとか、テンプレートとか。技術のツールをこれから作ると思うので。だから、まあ、年内ずいぶんやりやすくなるとは思いますので。ただ、実験したい人たちは、もうすぐでも始めてください。ダウのツールは、まだ。結構、英語で使いづらい。そして、ダウっていうのは、いろんな理想はあるんだけれども、全部。 やる必要はないとそして自分が今やってる組織にいろんな DAO のツールを使ってみてまず使ってみて実験をして DAO の感覚を理解するとそして法律はこれから良くなってくるのと弁護士の先生も多分これからもっともっとアドバイスが良くなってくるので DAO のツールを実験的に使って DAO DA を考えてロードマップを作ってそして法律と社会に沿っていってだんだん DAO 化していくっていうのが多分一番正しいやり方かなと思います。 で私たちのコミュニティでは今 DAO3 つ作っていて変革のコミュニティをコミュニティ DAO に今ちょっとずつ変えていこうっていうのとあとクリプトバーっていうのはいくつか東京にもあの銀座の P2P と今度我々の恵比寿があるのでこのクリプトバーのコミュニティも DAO にしようとそれとこのポッドキャストを作っているチームが制作委員会とか原版権を管理するメディアを作るためのシステムをメディア DAO っていうのを今作ってます。 でこれもなかなか今の法律だと難しいところがたくさんあるので、まあ、12年のロードマップで少しずつ DAO 化していっているのでこれも紹介していきたいと思います。で次のビデオから実際 DAO を作るプロセスを見せたいと思います。最初は Discord っていう一番使われているチャットのシステムを紹介しますのでよろしくお願いします。